アメリカ海洋大気庁士官部隊はアメリカ合衆国連邦政府の参加にある組織の一つ。連邦法上は士官部隊の形をとり、非公式的にはノアコーピスという略称で知られる。海洋大気庁士官部隊は商務省海洋大気庁に属する部隊であり、陸軍や公衆衛生局士官部隊などと並ぶ連邦政府の下に置かれている八つの武官組織のうちの一つである。 武漢組織として、制度上は、海軍や沿岸警備隊と同様の階級制度を採用しているが、隊員はすべて科学、技術分野の士官のみで構成されており、可士官、兵衛あるいは巡視官の階級はない。米国の武漢組織としては、最小の規模である。海洋大気庁士官部隊の起源、前身は、トーマス・ジェファーソン大統領政権下の1807年に、 設置された沿岸及び即地調査所である。沿岸及び即地調査所は当初は文民組織であったが南北戦争中に必要とされた各種の即図業務に従事するため文民の身分のまま戦場で即図業務を遂行した。その後第一次世界大戦中の1917年に沿岸及び即地調査部隊が設立され、この時に 沿岸及び即地調査所の職員は、戦時国際法上の主官として任官された。これは、彼らが戦場で、S、測量に従事した場合に、スパイとして処刑されないようにするためである。沿岸及び即地調査部隊の最初の召喚は、1936年に大佐から承認したレーモンド・エス・パットン少将であった。沿岸及び即地調査所は、その後1965年に出された。 組織再編計画2号に基づき、同年7月13日に新設された環境科学事業局として再編された。エッサ部隊の初代長官は、ジェームズ・ C ・タイソン少将であった。また、1965年7月13日に、中将に承認したヘンリー・アーノルド・カロ中将は、1955年から1965年までの、 約10年間にわたって沿岸及び即地調査所の所長を務め、エッサを新設する業務を指揮し、最終的には上級組織であるエッサの初代副局長となった。カロ中将は沿岸及び即地調査部隊、エッサ部隊、ノア部隊の歴史を通じて、初めて中将に昇進した士官である。エッサは、1970年の組織再編計画4号により、 同年10月3日に新設された海洋大気庁に改編、移管され、エッサ部隊は海洋大気庁士官部隊として再編された。ノア部隊の初代長官はハーレーディ・ナイグレン少将であった。ノア部隊は米国に8種類ある武官組織の一つであり、300名以上の士官のみで構成され、下士官、兵あるいは巡士官の階級はない。 1985年から2010年までの間に、ノア部隊の少々の定員は5名から2名に削減された。今日、ノア部隊は、工学、地球科学、海洋学、気象学、水産学、その他関連分野の訓練を受けた専門家集団の幹部を育成している。ノア部隊の士官は、船舶や航空機を運用し、調査計画を遂行し、潜水任務を実施し、またノアの、 各部門のみならず、国防総省、沿外警備隊、NASA、国務省の専門職として勤務している。ノア部隊は、技術分野で優れた士官の供給源となっており、ノア部隊の士官たちは戦時には、米国軍に編入されうる一方、平時にも、純然たる文官的、科学的なプロジェクトに加えて防衛上の要請に、対して、支援を行っている。文民の職員であっても、 これらの機能の多くの部分を果たしうるが、ノア部隊が武漢組織としてある利点は、その職員の即応体制にある。新しい要請や、要請の変化に直面して必要が生じた際に、文民の職員を配置監視したり新規雇用して対応することに比べれば、ノア士官をプロジェクト間移動させたり、世界中の様々な場所へ派遣することは、より迅速かつ要因にできる。 ノア部隊の士官の階級は、アメリカの海軍及び沿岸警備隊と同じものを採用している。大将の階級は、連邦法上、ノア部隊にも使用が許されているが、歴史上大将まで承認した士官はいない。また、歴史上中将の階級まで上ったのは、1965年に承認したヘンリー・アーノルド・カロー中将と、2014年に承認したデバニー中将の二人のみである。 デヴァニー中将は組織がノア部隊になって以降初めての中将である。現在のノア部隊の階級は少尉から中将までであり、それぞれアメリカ政府の定める武漢報級表の O-19 から O-99 までに相当する。ノア部隊の士官は直接民間により任命され、米国の他の武漢組織の構成員と同様に軍人報級を受ける。ノア部隊の士官は 他の武漢組織との間で二重に任官されることはできないが他の武漢組織との間での組織間移動は時々許可されている。33USC3061 の規定により大統領が国家的緊急事態が存在すると認め、なおかつ大統領が国益のために最善と判断する場合にはノア部隊の艦船装備、施設、士官を 軍の管理下に編入することができる。公式の勤務服としては、ノア部隊は、海軍と同じサービスドレスブルーと、サービスドレスホワイトを着用するが、海軍気象をつけるべきところに、ノア部隊気象をつける。また日常の作業服としては、沿岸警備隊と同じ作業服を着用するが、沿岸警備隊気象をつけるべきところには、ノア士官部隊気象をつけることになっている。 飛行服の色は濃い緑色の海軍や沿岸警備隊と違い明るいブルーである。また、気象以外にも、勲章や、ユニットアワード、あるいはそれらを授与されることで着用する略樹についても、ノア物体独自のものが存在する。ありがとうございます。